こんにちは、神野です。今日もですね、オリジナルの風呂敷を作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日は風呂敷ですね。いつも手ぬぐいのお話をしているんですが、風呂敷でですね、作る場合、オリジナルで作る方法なんですけども、実はですね、一から、糸から織って作るっていうことも可能は可能なんですね。やろうと思えば可能は可能です。ところが、もう莫大なロット、莫大な生産枚数じゃないとできないとかなってきます。で、やっぱりそこで、一番やりやすい方法で考えると何かっていうところなんですが、ちょっと見ていただきたいんですけども、このようにですね、ポリエステルの生地を使ったような風呂敷なんですね。風呂敷なんです。で、生地自体ポリエステルなのですごく柔らかくって、いい感じなんですけども、触った感じはやっぱり、結構コシがあって厚手なんです。で、使い勝手もいいということで置いたもので、これにですね、私どものこれ今ロゴで全体にプリントしていますが、端の方にね、墨付けと言いますけども、端の方にワンポイントで入れるっていうね、そういったことも可能です。で、生地自体がですね、今お見せしたようなこのアムンゼンの生地以外にも、ポリエステルのこの生地のことをそう言うんですけども、それ以外にも普通の平織りであったりとか、もっと薄い生地があります。で、生地自体ポリエステルなので、そんなに高いもんでもないんですね。1000円2000円するもんでもないんですよ。ですから、これに墨付けのプリントをしてお納めしても、結構ですね、そんなにむちゃくちゃびっくりするぐらい高いものにはならないというところがこの風呂敷なんですね。ですから、あとは生地選びで、一番上はですね、シルクの生地なんかあったりします。これはちょっとね、論外でしょうけども、そういったものからですね、綿のものもいろんなものがありますのでね、ぜひそのあたりも風呂敷作りたいなと思われた時にはですね、どんな生地がありますかからスタートして、作っていきますのでね、ぜひ相談してみてください。よろしくお願いいたします。